レイラです。シズハです。メイです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回は原宿の竹下通りのピンクラテの店舗にやってきておりまーす。イエーイ。そこで何をするかと言いますと、45秒でコーデを組んでいきます。45秒ですよね。それを流しながらで、その3人が選んだコーデをインスタのストーリーで上げて皆さんに投票してもらうという形になってます。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それではどうぞ。いきます。よーい、スタート。いなくなった。はい、それでは45秒で選びました。で、今決まったことなんですけど、着替えるのも45秒でやっていきます。で、45秒の間で着替えられなかったものはなしになるそうです。なので、めっちゃ合わない服とかになる可能性が大です。大大やばいやばい。頑張ります。着替えたね。はい、では着替えていきます。よーい、スタート。これどうなるんですか？オッケー。靴選べばよかったと思った。オッケー。じゃあコーデの写真撮ってストーリーにアップします。はいはい、はい、着替えました。今からインスタのストーリーに上げていきます。はい、はい、私はですね、靴下と靴とイヤリングを失いました。あらららら。じゃあ私ベルトだったんですよ。パンツについてたベルトが、それがなかなか取れなくて、ちょっとずっとこうやってやってました。私はこれがまさかくっついてるなんて思ってなくて、パニクりながら来たんですけど、まあ靴とかかけてないんですけど、まあセーフです。はい、私は着れるでしょと思ったんですけど、靴がダサすぎておばちゃんみたいになっちゃってるのがショックですね。はい、はい、それではストーリーにあげます。じゃあさっき45秒で組んだコーデの投票が終わったので順位を発表します。イエーイ。ドキ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 。じゃあ2位の人を発表します。はい、2位がでんレラ。おお、じゃあ1位を発表します。1位がでんメイ。おお、ストーリーでアンケートを投票してもらったんだけど、なんか理由も書いてくれてる子がいて、なんかメインのが多かったのが靴まであって、すごい良かった。私ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。私は靴選んだんですよ。だけど着替えるのもちょっと時間がかかってしまって、あ、靴まで履いてたらね、分かんなかったね。そうですね、ちょっと悔しいです。選んだところまでは良かったんだけどね、うん、もし
この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。